様です第33週目のテクニカルの見通しでございますえ33週目は8月12日から16日なんですけども11日日曜日が山の日ということでね12日月曜日が振り替休日になっております、まあ、日本も市場がありませんのでえドル円につきましてはちょっと普段と違った月曜日になりますねここはまあ,あの割り切ってお休みするのがよろしいかと思いますですんで12日はお休みで13日からの まあ、テクニカルの見通しってことになるんですけども、あの、材料カレンダーの方でも申し上げましたけども、水曜日の深夜と木曜日の朝に大きな材料がありますので、まあ、ですんで、カー水っていうマーケットと、それから木金というマーケットに分かれることになります。で、ぶっちゃけ1週間の見通しっていうのはね、ちょっと経ちませんので、 まあ今145円の半ばぐらいにいますけども、ここから下の方面に行くのか、上の方面に行くのか、これを見分けていく一週間っていうことになると思いますね。ご覧いただいているように、今大きくこちらの方、チャンネルラインを割って、下落がゴーンと行きましたけども、反動で上がってきたところがあります。で、これがもうちょっと反動で上の方に行くのか、それとも今度はね、変わりすぎが出まして、下の方に行ってトライアングルを 作っていくのかこの辺を見ていくっていうことになりますねはいそれでは週足を閉じて日足の方に向かっていきますはい日足の方をご覧いただくと大きな下引きを出した後バウンスして上の方に伸びているとで、えー、今形成中の陰線はあるんですけども陽性陰線が 似たような並びになってきてますので、まあ、横ばいの方向に行くのかなと。大きく上に行ったり、大きく下に行ったりすることは、まあ、ないのかなと思うところです。それを祝日の月曜日12日に見分けることになりますね。はい。そして、ここからは火曜日について、ちょっと考えていきたいなと思うんですけども、月曜日が出ないとわからないところが大きいんですけども、一応ね、上昇の向きはあるわけですよ。4時間見ていくと。 その中でも箱を作りながら上昇していくところっていうのは以前もお話した通りです。で、こういった話を以前したことがあると思います。箱と箱の間のこのトレンドを取っていくんだよみたいなね。で、今回はこのトレンドを取るのは難しかったと思いますけども起きうることとしてはね、ここから上か下にブレイクしてで、新しい箱を作るまでのこのブレイクアウトを取って ていくっていうことをちょっとね頭に入れておいた方がいいと思いますね今週はこれが出る可能性がありますからあれ矢印が書けないね <laughs> はいまあいいですよで一時間に移っていきます一時間を見ていくともうそこを打ったのは明らかなんで当面140円台を割ることは考えなくてよろしいかと思いますで今146円の半ばにいますから これが145円の方向に行くのか、147円の方向に行くのか、一つの目安として、この抵抗体、先週も使いましたけども、ここはどうなのかなってところがありますね。え、これはね、147円の800から900あたりにあるゾーンですね。これを一つ念頭に置いていくのと、あと下は、そうですね、これもね、ちょっと明確な線は引きにくいんですけども、大体いいこの束を目安にした、 こういったゾーンが存在するかなってこうですね。146円の000から146円の100あたりにあるかなとえ。この2つの80ピップス前後に挟まれたレンジがえ33週目のマーケットということになるかなと思いますんで、これを軸に13日からのトレードを見ていけばよろしいかと思います。いや、今回は以上ですね。